あそれでは瀬尾さんテーマの発表をお願いいたします。はい、巨大防潮堤より避難道路を。福島県沖で22日早朝に発生した強い地震で、いわき市沿岸部の小名浜地区から内陸部へ向かう県道で、午前6時半からおよそ1時間にわたり、1キロ近い自動車の渋滞が起こりました。いわき市は震災後に策定した地域防災計画で徒歩での避難を原則としていますが、実際の避難で自動車を使う人が相次いだことについて、市役所の担当者は、車内で暖を取れて家族一緒に逃げられることから車での避難を選んだ人が多くなったのではないかと話しました。さあ、それでは今日の意識調査の途中結果見てみましょう。災害時車があれば車で避難したいと思いますが、せーのドン。でも思う思わないが654、834と割とこう近いんですね。確かに逆にもう逃げられなくなっちゃうってね、車が詰まったら。さあ瀬尾さん、今回もですね、これ車で渋滞してる、避難しようとして渋滞してる写真がそれこそツイッターとかで出回ったりして、でそれで、前回のですね、東北の大震災の時に車で避難しようとした方が渋滞で捕まって津波に襲われたというケースもあったものですから、学習してないんじゃないかとかですね、そういう声もあったんですけど、これがですね、もう車で避難することしか選べない地域ってやっぱりあるんですよね。そうですね、バスもないタクシーもない、ね、そうなんですよ。当然電車もない、で実際にその河北新報が東北大学と組んで、なんで車で避難するんですか、かということを調査をしてるんですね。で前回の東北大震災の時に、大体 60% ぐらいの人が車で避難したわけですよね。でその方たちを調査すると、50% 以上の方がですね、その理由としてですね、要するに車じゃないと避難地域まで行けないんだと、いうことを言ってるわけですよね。で車が大切な財産だからと言ってる方は20% 程度なんですよ。でそれを考えるとですね、エリアとしてはやっぱりこうつな車で避難することを前提にしたエリアがあるわけですよね。そうするとまず行政としては道路の整備、要するに渋滞をしないための避難道路の整備をすべきなんですね。これ地元でもそれ望まれてます。で、またその整備ができてない地域に関してはもう自分たちで要するに避難路を、日頃からいろいろ確保しておく必要があるんですね。で、実はその前回の震災の時も、幹線道路は渋滞してたんだけど、裏道を通れば山に逃げられたというケースも結構あったりするわけですよ。なんで、普段からですね、本当備えとしてそういう避難路をですね、いろいろ確かめシミュレーションしておく必要があるんですよ。原発の事故でもね、どうしても原発の安全性ってリアクター、原子炉そのものの安全性とか言われますけど大丈夫ですとかね、でもやっぱりこういざがという時のこう周辺道路のインフラとか未整備ですからね。そうなんです。それで実はその周辺道路ですね、どういう整備したかという、いいかというと、例えば避難の交通の渋滞しそうなところはまた車幅を広げるとかですね、あるいは場合によっては近くに車を置いて逃げれて、なおかつその避難ビルを建ててですね、駐車場のある避難ビルを建設するとか、そういう方法あるんですね。で実際じゃあその予算どこから出してくるのかというとですね、今すごい無駄が行われてて、それは巨大防潮堤の建設なんですよね。これもずっと瀬尾さんもクロスでも取り上げてくださったんですね。そうなんですよ。1兆円かけて東北沿岸に最高15メートルの、巨大防潮堤をですね建設する、しかも400キロにわたって建設するってなるんですけども、これがね本当に無駄なんですよね。つまりその15メートルの津波、防潮堤では防ぎきれない津波って今回も発生してるわけですよね。でそれを考えると、作っても無駄になる可能性があると。で地元でも反対運動がありまして、例えばね、ここ僕建設地の気仙沼行ってきたんですけど、見てほしいんですが、これ奥防潮堤建設されてるんですよね。でこれ見てほしいんですけど、裏山なんですよ。いるここに、もう誰も人いないですよ。でもこれが自然の防潮堤のような存在じゃないですか。別に民家がここにあるわけじゃないですからね。そうなんです。で地元もですね、地元の方も漁業や観光で暮らしてる方が多いんで、そもそもこんな防潮堤ができるよりも避難路を作ってほしいと、いざとなったら逃げれるようにしてほしいと言ってるにもかかわらず、巨大防潮堤を建設しようとするから反対運動が起こって、
って、要するに人が住んでるところでは防潮堤ができないと。でこうやってですね、まあ、山で人が住んでないと反対運動がないところはできるという、本当に本末転倒なことが起きてるわけですよね。だから本当にこういう予算をもう削って、本当に地元で必要とされてるあの避難路、まあ、こういうところにですね、あの予算を回してほしいですよね。実を言うとあの関東でも伊豆の防潮堤計画というのがありまして、うん、こちらでも地元の方々などが中心になって、うん、本当にそれ必要っていうのが上がってます。だからそういうあの普段から交通に使えて、なおかつ避難の時にもスムーズにできる避難路を作ってほしいと。であのこういう、まあ、日頃からの備えってすごく大事なんですよね。でハードにお金をかけるだけじゃなくて、さっき言った避難路を普段から確保する。例えばですね、それと別の話なんですが、今回こうデマ出ましたよね。これあのツイッターで津波やべえっていうのが出て、要するに前回の震災の時の画像を流して、あたかも今回の津波が起こったような画像が流れました。これ本当大問題ですよね。でこういう方に関してはですね、これネットとはいえ、まあ法的対応も可能なので、あのそれを含めたあの厳しい処置をすべきですよね。要するにこういうソフトの部分で対応できることはもうどんどん対応した方がいいと思います。それともう一つ今回、まあ、地震が起きた後に、まあ、NHK などがかなり厳しい口調でですね、はい、逃げてということを呼びかけたんですよね。僕これはすごく良かったと思います、うん、でこれに対しても NHK やりすぎじゃないのとかですね、見てて不安になったとかいう非難の声もあるんですけども、確かにそういう気持ちになるのは分かります。なるのは分かるし、そういうことを発言することは、まあ、ダメとは言わないと。だけどもうこの発言に関してはですね、もう無視するべきです。命が安全、安全です。いや命が大事っていうのはですね、先ほど大川小学校ありましたよね、うん、で子どもたちが逃げれずにですね、学校の先生が迷ってる間に津波に飲み込まれたケース。このケースもやっぱりもし津波が来なかった時に裏山に逃げて怪我をしたら責任問題になるんじゃないかみたいな、はいはい、ここが問われるからって先生が逃げれなかった面もあるんですよね、うん、そういう意味では本当に最悪のケースを想定してやることが大事だと思います。ぜひお願いします。今ねちなみにツイッターでね、つぶやき太郎さん、車で楽に避難したいだけでしょ。違います、うん、車じゃないと避難できない方々いっぱいいます。病院もそうですよね、はい、ぜひ皆さんちょっと考えてみてください。ありがとうございました。さあそれでは皆さんの意識調査結果はこうなりました、はい、災害時車があれば車で避難したいと思いますか。せーのドン、ねえ、思う1104票ですが、思わないが873票ということで、改めて災害時の交通インフラの、ね、しっかりとした整備必要という問題提起ありました。さあ今日は瀬尾さんいかがでしたか。本当避難路のことは自宅だけじゃなくて職場も通勤路も含めて考えた方がいいですよね。 それとあと家族の連絡方法ってすごく大事なんです、うん、バラバラの場所で被害に遭う可能性もあるんで、はい、それは常に日頃話し合っておく必要がありますよね。ここに避難しようと決めていてもそこに行けない場合のことも想定した方がいいですよね、山口さんいかがですか。その車の問題というのは高齢者の免許返納とも、うん、絡んできて、日本の地域の中には車がないと生活できない地域があるんだってことを改めて今日は感じましたね。